昨日に続いてカエルのトンネルから、ちょっと、店長というかオーナーの田村さんとお話をさせていただくのだ。それでは、あ、そもそもカエルのトンネルってなんでトンネルになったんですか？はい、このカエルのトンネルは絵本で最初1991年作りました。はい、それでこの店を開くときに何がいいだろう何がいいだろうって考えてたんですけど、結局絵本を出してるんだから、はい、絵本も置くし、だったらカエルのトンネルでいいんじゃないっていうことで、その後輩役さん、トンネルの意味は何かあるんですか？あ、これはね、絵本の中でカエルたちが、あ、そかそか、トンネル絵本の中の内容なんだね。そうです。わかりました。じゃあ早速ですが対談をさせてください。ここおっしゃっていいですか？はい、はい、どうぞ。ここ前から知ってて何度か来たことあるんですけど、はい、カエル好きなんですか？お好きなんですか？カエルが好きなんですか？カエルが好きです。大好きです。なぜカエル好きになっちゃったんですか？いや、ね、本当に子供の頃からカエルがなんとなくもう気になって好きで、捕まえて遊ぶというか。カエルってでも可愛いですよね。ちょっとドロドロしてとか、ぬるぬるしてるとかね。それが嫌だけどね。あ、そうですか。なんか、前来た時、女性の方がお見えになってて、はい、奥さんですかね。で、ちょっとお話しさせてもらったんですけど、なんか、でも結構なんかいろんな活動もされてるんですよね。そうですね、活動っていうか、まあいろんな墨田区のね、はい、あれ何だっけ、何だっけっていうか、今ねちょっともう本当に記憶力が言葉が出てこなくてあれなんですけれども、寺島玉の井町づくり、ここら辺ですよね。はい、はい、ここら辺、はい、そこでいろんな多文字農園さんとか、多文字、はい、そこにもちょこっと、はい、顔出させていただいて、寺島ナスとか、はい、最近ちょっとここ何年か復活させるのに頑張ってるんじゃないですか、この町って、はいはいはい、そういうのはあまり関わってないんですか？いや、寺島ナスの駅前のところ、駅前の東武線のところ、いいですか？はい、すいません、こういうね、はい、雑誌を、はい、まあ、私が漫画好きなもんですから、はい、書いて、このキャラクターは石川さんという教会の牧師さんが書いたんです、はい、作ったんですけど、はい、それをまあ、使わせていただいて、こういうでっち上げのマラソン大会みたいな、野菜たちが、あ、野菜が、あ、これみんなあれじゃないですか、地産地消の野菜ですね。江戸東京野菜っていう。なんか江戸東京野菜を一生懸命進めてるっていうか、一生懸命なんか盛り上げてる人いましたよね。そうですね。だからそれで、今日風強いの。風強い。うちのあたりだとやっぱ亀戸大根とか、亀戸大根、砂村ナスとかあるのかな。砂村ネギかな。ネギとナス両方有名だと思ったら、あ、違ったかな。なんかね、まあ、ナスは寺島ですね、やっぱね。ナスは寺島ナスだと思います。あと雑司ヶ谷ナスっていうのもあるみたいですけど、これ面白いな。あ、これどうぞ差し上げます。いただけんですか？はい、これはちょっと、そうですか。帰ってゆっくり思う。まあ、この通りというか町というかをこうちょっと宣伝させていただこうということで。そうか、そういうのがメインなんだ。でもやっぱりカエル屋さんなんですよね。カエルグッズを売るのが本業なんですよね。そうです。ああ、本業いうのは、このビル全部自社ビルが自分と持ち物ですか？あ、ここはまあいとこと私の兄弟と、はい、じゃあ家賃はあんまりかからない的なやつですね。そうですね。それでこんな遊びみたいなことを、はい、まあ私も道楽みたいなことやってるんで、
あえて言わせていただけば道楽かもしれないですね、お互いにね。かもじゃなくて道楽ですね。でも本業の方はリタイアされちゃったんですか？いや、あのイラストレーターなんですよ。あ、もともとそういうことか。そうなんです。あれ、さっき名刺もらったの、とか絵本作家と財布の子、それから、はい、カエル画家とか漫画家とか。売ってなかった田村カゼライモンさん。あ、これはペンネームですけど、本名は絵本の、あの絵本のっていうか本名は田村直美と言います。絵本を作ってるんですか？書いてますね。え、どっちですか、文字ですか、絵ですか？両方です。あ、そう。あ、じゃあこれもちょっと、今度ちょっとなんかこれですね。あ、ここの店の名前タイトルそのままじゃないですか？そうなんですよ。これあれ、なんか前聞いたかな、これあれですけど、この絵本を作ってからこのお店を開いたとか。そうです、そうです、って聞いたような気がする、誰かに。あ、そうです。なんか随分昔に、あの子供の友というので出たんですね、薄いあのペーパーバッグで、はい、それがもう何十年ぶりか復活して、こういう形でハードカバーにしてもらえたという、そういう。これ見たことあるかな、ような気がするな。ありますか？そんな気がします。終わりになるかな、あのいろんなところにも、こう学校とか保育園とかにも差し上げてるので。へえ。絵が結構写実的ですね。そうか、細かいね、結構書き込んでますね。書き込んでますね。私なんか絵本作ったことありますよ。あ、そうですか。あの、私は本業は印刷業で、江東区の、なんかあの、共同事業っていう、役所と民間が一緒になってなんかやるっていう事業で、あの、お祭りの絵本とか、から江東区はゴミの清掃場がある意味有名って言い方でいいのかな、あるんで、ゴミをなくそう、ゴミって言って、ゴミの清掃場行って、ゴミのロボットが出てきて、ゴミを、ちゃんと捨てろみたいな絵本とか。絵本、はい、印刷組合として。絵本。絵も、あ、いや、絵も文章もお願いしてます。僕らはただプロデュースしただけで。あ、なるほど。はい。そうなんだ。もう、カエルにまつわることは、あの、いろいろやってて、あの、1年に1回ね、はい、はい、あの、台東区の浅草にリバーサイドギャラリーっていうのが地下なんですけどね、うん、浅草松屋のすぐ近くなんですけど、あの隅田公園沿いに116メートルかな、そのぐらいの地下道みたいのがあるんですよ、はい、そこで、はい、あの1年に1回、あの本当に北は北海道、南は九州までの人たちが、カエルとアートが好きな人たちが集まって、カエルアート展っていうの。それはん、地下道って言いました？地下道。ああ、そうか、雨は濡れないんですね。そうなんです。あ、知ってるかな、どうだろう、あの、まあいいや。まあ、あの交番ってわかります？あの浅草松屋の、はい、わかりました、大体わかりました、わかりました、どこだかわかりました、川沿いです、はいはいはい、知ってます、知ってます、あそこちょっとね、寒い時とかあそこ下通ると暖かくてよかったです。あ、お手洗いもありますもんね。あります、あります、はい。あ、そういえば確かにあそこ絵画展みたいな、なんか時々いろんな絵画展やってますよね。そうですね。そこにみんなカエル好きが集まるんですか？そうです。あ、面白そうですね。それでみんなでこう盛り上がって。それ何月頃ですか？6月か。まさにカエルの季節だ。そうです。ところが今年はできなかった。今年はみんな中止してますもんね。そうですね、それが残念でしたけどね。でもカエルに関してグッズを売っているのがメインですか？なんかカエルのいろんな歴史を調べるとか、学術的なこととか、そういうのもやってるんですか？いや、それはやってないですね。じゃあ、どっちかというと、可愛い、面白いカエルを集める方が得意な。そうですね。まあ、でも本当は、本物のカエルが何より一番好きなんです。
飼ってですか、これ。いや、飼ってないです。あのね、多分奥さんとか怒るでしょ。怒るというより、うん、興味がないという。あ、興味なかったら絶対怒るでしょ。だからでも奥さんこの間見せ場してたもんな、大したもんな。いやいやいや、もう商売は家内に任せて、私はあの絵を描いたり漫画描いたり。そうか。え、あ、でもどうなんですか、こういう言い方したらあれですけど、はい、結構売り上げ的にはなんとかやっていけるぐらい人来るんですか、こういうのって。いやいや、まあ趣味の言っちゃ悪いけど、そうでしょうね。裏通りだしね、これ ね。でも知ってる人は確か知ってると思いますよ。私も何人かここの話して、ああ知ってるって言われたことありますもん。ああ、なるほど。うん、もう7年目かな、あのここに引っ越してきて。あ、そうですか。今後どうするんですか、もうずっとやっぱやっていくんですか。まあできればね、うん、やっていきたいですね。だからなんか、うん、そういうあの町のイベントとか、なんか1年に一遍とかじゃなくて、なんか面白いことやってくださいよ。したら乗りますから、私もやりたいですね。なんかその気になれば役所の助成金とか取って、ちょっと大っぴらにやりません？なんか面白そうなこと。面白いですね、それ。面白いことは大好きですから、うん、じゃあぜひぜひ、私も最近なんかちょっといろんなとこ顔出して、面白いことに自分からやることもあるんだけど、結構いろんな人に呼ばれていろんなことやってます。今ちょうどね、あの2つ3つなんかいろいろ関わらせてもらってるんですけど、はい、今日あたりも深川あたりで、江東区の深川あたりで、あの障害者が描いたアート作品を展示して、はい、それをなんか広めようみたいなイベントやってるんですけど、それなんかも結構いろんな人集まって、結構お金も動いて、なんか面白いことになってますよ。そういうのもちょっと関わったりしてるんで。それ大事なことですよね、障害者の方が何もできないんじゃなくて、誇りを持ってないからできるっていうね。でもそういう人たちとね話してると、なんかそういう垣根がもう私の中ではもうほぼなくなってきて、障害者だから弱者とかってあんま関係ない気がする。そうですね、あの僕最近ねハッと思ったのが、障害者の方があのどなた元パリコレのファッションモデルの方があのプロデュースして、そういう障害のある方ってどんどん、あのうちにこもったり、あの外出られなくなっちゃうじゃないですか。それはあるみたいですね。ありますね。で、なんかのきっかけがないとなかなか外出られないみたいですよ。そうですよね、うん、で、それを覆すためにファッションモデル、それをね障害者の人たちにあのいろいろコスメとか教えてあげたりして、それであの自信を持たせる。そうするとね、最初の顔、暗い顔が明るくなって、もう本当に輝くような笑顔になる。それね、あのたまたまそれこそ SNS で見て、すっごいことだなと思って、まあそれを私がやるとかやらないとかじゃなくて、もうやっぱりみんなが輝くね、ことをお手伝いできたらいいなっていうふうには思ってるんですよ。ああ、なんかやりましょう、一緒に。やりたいですね、ぜひぜひ。そうか、もう垣根を取っ払うっていうのがいいですよね。そうですね、うん、じゃあだいぶお話したんで、あ、はい、ここら辺で切ります。やめます。すいません、ありがとうございました。いいえ、とんでもない。なんか気楽に来られて、ただおしゃべりするような感じで、見事だなと思いました、ね、たまたまですよ、本当。どうしようかな、ちょっと一回ぶつ切りにして、もう一回編集し直そう。あ、そうですか。そうだな。ちょっと待って。あ、なんか倒した。それ紙芝居。ちょっと待ってください。倒します。とりあえずカエルのテントからお送りしたのだ。今日は、なんか、最後、ふにゃふにゃってなっちゃったけど、今日はこの辺で。
すいません。カエルのテントの、店長でいいんですか。はい。店長田村さんとの対談で今日のところはおしまいにするんだ。これでいいのだ。